皆さんこんにちは。上層学院高等学校野球部が3年ぶり11回目となる選抜高校野球大会への出場をいたしました。惜しくも2回戦で、敗れはしましたが、最後まで諦めない姿は私たちに感動と元気を与えてくださいました。さて、この週末暖かな春の日差しを受けて、ようやく桜の開花の便りが届きました。入園、入学、入社など新たな生活のスタートに向けて期待に胸を弾ませて皆様も多いことと思います。本市におきましても、本日新たに小林勤副市長をお迎えするとともに433名の職員に人事異動の指令をいたしました。また新年度にあたり、行政 DX のさらなる推進やスマートインターチェンジの早期実現、花火を生かした魅力ある街づくりなど優先的に取り組む施策や新たな行政課題に対応できる組織を目指し、機能的かつ効果的な組織体制をスタートさせたところでございます。今年度は市長就任2期目を迎えます。本市の輝ける未来の展望を見据えた上で大変重要な年となります。これまで以上に市民の皆様が豊かに暮らしていけるよう、すべての方に寄り添った暮らし満足度ナンバーワンの温かさあふれる姿勢の実現に向けて全力で取り組んでまいります。それでは本日私から4件の事案についてご説明させていただきます。資料1ページをご覧ください。まずはじめに、土浦市と生活協同組合株式システムから土地に、その子育て支援の推進に係る連携協定締結についてでございます。この協定は、市民の皆様が安心して子育てでき、すべての子どもが健全に成長できる環境づくりを推進することを目的として、乳児家庭を見守る、試供品を提供する連携協定を締結するものでございます。土浦市で子育てを楽しみ、頑張る方へエールを送りたいというカルシステム様からのお申し出により実現するもので、県内初の試みとなります。対象は生後4ヶ月のお子さんで、4ヶ月時検診の際にプレゼントのご案内をし、カルシステム様が子育てに役立つ商品の詰め合わせ、おめでとう箱を無償で宅配いたします。これにより、民間事業者のお力を借りて、声かけや見守りの機会を増やすことができます。協定締結式は4月5日金曜日午後2時30分より行います。子どもが健全に成長できる環境づくりの推進に向け、今後も企業等と連携して、子育て支援の充実に努めてまいります。次に資料2ページをご覧ください。職員名札の様式の変更についてご説明いたします。近年、職員の名札を名字のみに変更している自治体が増えてきておりますが、本市でも本日から名札の様式を変更いたしました。これまでの名札は顔写真付きで、部署名と漢字のフルネームのものでしたが、新しいものは部署名と名字のみのシンプルな名札にいたしました。変更の理由といたしましては、他の自治体と同様に窓口でのトラブルにより個人が特定され、SNS に書き込みをされる事案もあることから、職員の不安を払拭し、安心して勤務できる環境を確保することが目的です。なお、名札デザインは、町内公募により集まった11点の中から、職員の投票により決定したものです。また、これまで以上にシンプルで見やすい名札となりましたので、市民の皆様にも分かりやすいものとなったことと思います。次に、資料3ページをご覧ください。4月21日日曜日に開催いたします第34回霞ヶ浦マラソン兼国際ブラインドマラソンのエントリー数と本大会のゲストランナー招待選手が決定いたしましたのでご報告いたします。エントリー数はマラソン、ブラインドマラソン、ウォーキングを合わせて 13,573 名でございます。また、アトランタ大会と
バルセロナ大会の両オリンピックメダリストで、今大会で22回目の参加となる有森裕子さんには、今年もチャリティーアンバサダーを務めていただきます。そして昨年に引き続き、アテネパラリンピック金メダリストの高橋由一さんにも、ブランドマラソンアンバサダーとして有森さんと一緒に PR やランナーへの応援をしていただきます。さらに招待選手として東京パラリンピック天幕金メダリストの道下美里さんや世界陸上などでご活躍された川内優輝さんにご出場いただけることとなりました。当大会は大会テーマでありますよみがえれ霞ヶ浦、水はスポーツの源、体験する福祉、ノーマライゼーションの実践に賛同していただいたご協賛各社様、そして多くのボランティアの皆様に支えられ開催をしております。当日は交通規制もございますので、市民の皆様、次にお越しの皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。次に資料9ページをご覧ください。第4回フリースケート世界大会の開催についてご説明いたします。昨年に引き続き、この土浦でフリースケート世界大会を開催します。5月3日金曜日から5日日曜日の3日間で、うらら大屋根広場を中心に行われます。このフリースケートはスケート競技の歴史で、フリースケートの正規品は世界中で土浦市に所在する JMK ライドだけで製造されているものでございまして、そのご縁で世界大会が開催されます。前回の第3回大会が土浦市で開催されたところ、海外選手を中心に大変好評であったため、この第4回大会についても土浦市での開催が決定されました。アメリカ、ドイツ、中国など世界各国から約100名の選手が参加する見込みとなっております。この中には市内の中学校に通う浜野良人さんと丸山美玲奈さんが出場されます。丸山さんはプロとしても活躍されております。メイドイン土浦のスケートを使用したフリースケート競技の世界最高峰となる大会です。ワールドクラスのテクニックを観戦することができる貴重な機会となりますので、ぜひ会場に足を運んでいただければと思います。以上で私からの説明を終わらせていただきます。